と、今日はさ、エールデリバリーとザンスユ、そう、ザンス、多分人生で2回目。ザンスユキでした。今日は、ふみちゃんポジション、よくふみが入ってる場所を入りました。多分人生で2回目。3、4年前ぐらいに入った。時以来だから、自分の場所か付け足しポジションだから、基本語 M ヤッホー、ニコリマーク、グスタンこんばんは、星様ありがとう。今日のライブはね、アーカイブで見ることもできるので、見れなかったー、見逃したーっていう方はぜひアーカイブから見てください。お日様ありがとう、みんな。チリのお目々にお日様を入れて。目ん玉お星様タイム。これでキラキラになった。ハリー、こんにちは。ヤッホー、ハリー。どっちが手を振ってるでしょう。今日はなぜ手持ちかというと、今ね、布団の上に座って いるからです。おはよう、あやむく、あくびしてた。みょうちゃん、おはよう。みなさん、こんばんは。もうね、雨嫌だ。私、雨ほんとにさ、嫌なんだけどさ、もうずっと雨じゃん、もう。梅雨だから。だからね、今日は梅雨の髪型崩れの防止対策として、お団子にしました。髪の毛をね、このね、な、高さ見える？この高さのお団子なら結べるんですよ、今の長さでも。明日1本目だけ会える。お、明日1本目いるの？あれ？チューリックかな？ゆうちゃん、こんばんは。ちーちゃん、ありがとう。こんばんざーい。イェーイ。なので、お団子にしました。楽です、これは。部分がここの横毛と前髪だけでいいんですよ。朝起きて 前髪とここだけアイロンして、あとは寝癖のまんま編み込みをしてお団子にするだけなので、とても簡単。そして雨の時に最高。のんちゃんパパさん、こんばんざーい。ありがとうございます。なので、梅雨にもってこいの髪型。明日、明後日6、早っ！死なないでね。死なないでね。それは早いね。だからまたさ、まあ、今日はさ、これで髪の毛をまとめたんだけどさ、明日、明後日とかもうずっと雨じゃん。どうしようと思って。ヒューリックでいけそうなら、この間、お！持っていいとく、持ってきといて。多分、時間あると思うよ。新潟で娘と滑、あ、で、そう、たまたまいい感じに。でも私、滑り台すごく久しぶりで怖くて、うまく滑れなかった。死にます。頑張って、お仕事。大変だね、週末もお仕事あるから。ジジェルさん、こんばんざーい。皆さん、お疲れ様。平日？今日は金曜だからね。こういうのがいい。金曜だったので、平日1週間お疲れ様でした。なんか変？これ。今日ね、体が今1回布団に来てしまったため、
あ、ここから出られないってなった。素直だからね、私。ここから出られなくなってしまった。6月週末休み。え、7月働かなきゃいけないの。竹木ヤッホー、疲れヤッホー。深夜こんばんは、ヤッホー深夜。財産こんばんは、イエイ。ネイルチョコレート新しくしたの。3週連続の夜行バスの旅が明日で一旦終わります。明日で東京ん先週あ先週先々週ってことか。今週は明日の1本目だけってこと。宮内、今日の髪型バチクソ可愛いと思いました。こんばんは、本当。お団子、お団子、こうやってやると何も見えないけど。お団子にしました。あ、キラキラ流れ星ありがとう。お団子食べたい。いいよ、今日葵ちゃんにもメルちゃんにもお団子あげた。食べてどうぞした。かわいい。そう、レアな髪型かも今日は。おりた、こんばんは、ヤッホー。それは現場でいろんな角度で見れた。そうだよ、現場の人しか見られない。さまざま角度お団子ちゃん。お団子もらえるのか。メンバーしかあげてないよ。食べていいよってお団子あげました。このお団子だけどね、本物じゃないよこれ。いただきま、あ、残念ながらメンバー限定のお団子なのでごめんなさい。え、お団子食べたくなってきたね。美味しいお団子、やわやわの美味しいお団子食べたい。けいちゃん、こ、けいちゃん、本当にごめんね。私はもう本当にごめんね。ハリー泣いちゃう。泣かないで泣かないで。なんかフォーのどっちが見やすい、こっち。なんかさ、ショールームがさ変わってからさ、前となんかさ色味とか変わったじゃん。なんかさフィルターかかってるじゃん。変だよね。前の方がいいよね絶対。私は前の派なんだけどさ。ポカチョコ、チョコネイル多分すぐ落ちる。私本当にネイルすぐ落ちるんだよね。じゃあ泣きません、いい子。これ目大きくできるじゃん、こうやって。うわ、目だけやるとキモいな。ここコンタクト、私18ミリのコンタクト入れてるの。これが眼球の大きさじゃん。ギャロメちゃん、目の、目自体の大きさも、目の横幅も大きくなってるこれ。気持ち悪っ。
ケイちゃんチュッてしてもらったから大丈夫。私あの後もずっとね、あーどうしようどうしようってね考えてたら物販が終わった。フォガさんにもう帰っちゃったって聞いて、ねえ気づかなかったね、気づいてよ。今日茶色にした。物販の時娘をハグしてくてうずうずしてるところ目で、いや本当に私本当に可愛くて可愛くて触れたかった。ちーちゃんやほ、今日のダンス好きすぎた。本当人生2回目、ふみポジは私ダンスあんまり自分の場所とほんとつけたしか、さちゃんがやってた夢見る少女は以外入ったことがないから、フィルターマックスで配信する。え、なんかフィルターマックスにしたらマジ色味やばいよ。ほら雪の中、ほら、え、髪色が白バーになっちゃった。フィルターで、はいシャンってチョコバーロッター見てくれてありがとう。真っ白、あ、ジャンピンの変顔もねしたんですよ。朝日千手観音、北東武装、なんて読むんだ、なんとかかんとかだ。もう髪色が違うよ。めっちゃなんかオレンジリップみたいな。この髪色好き、シルバー、シルバーだとこんな感じ。はるなんとじいちゃんって美人コンビやんの。今日の変顔？そんなそんな、はるなちゃんは鬼美人だよ。まっしろちゃん、はあ、真っ白になっちゃった。シルバーだよ、これでも髪色シルバー。なんかね、全部ね、フィルターをマックスにするとね、白くなる。あ、これだけ黒。あ、フランスのモノクロ映画に出ている女優でーす。目怖くない？これでさ、目の大きさマックスにしたら多分めっちゃ怖いよ。ちょっとホラーだ、これ。ほら、怖くないこれ。これやばい。グロ注意。立ってる水とごめん、ケイちゃんは謝らないで。今回の私が 100% 悪いから本当にごめんね。私な、本当に何を感じ、1と2をさ、ただただ自分がさ1ってやったからさ、本当に早い時間を書いたって思っちゃってて、だってお仕事を頑張、そのために私のさ激レアセンターを見にさ、お仕事頑張ってさ会いに来てくれた気持ちをね考えたら、もう申し訳なくなっちゃって、もう絶対ないようにするから。みけんさん、じいちゃん、みけん、やべえでしょ、すげえことになった。誰、ジュリアちゃんです。刺す顔してた、刺しちゃうぞ。あ、201だって。え、終わった。
い？あれ？201見てないな私。201でした。終わったけど。201おめありがとう。あ、みきんさん流れ星ありがとう。いっぱいな、わーわーわー、流れ星を食べる。あ、終わった。ホラーの時にはホラーしたら終わっちゃう。さすがありがとう、私殺人者。ありがとういっぱい。あ、やばいやばいやばい、なんかけ、あ、携帯が、あ、あれ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 、なんかおかしい携帯が。あ、戻った。けいちゃん、変顔見えたし次の楽しみができたら優しいで、本当に。しかも変顔なんて本当に本当にごめんなさい。配信できてる、いや、なんか今画面が真っ暗になった。ふざけたからかな、私が。ハイブにいる？いないよ。目線合わないけど、この高さだと目線合うでしょ。口がひん曲がった、女。明日はキュウリコールと浮かばライブがあります。2本週末ね、2本2本あるんですよ。都内で2本2本の土日出るのめちゃめちゃ久しぶり。お化け怖がる、あ、私お化け大嫌い、 NG です。テレルテーお化け大嫌いだよ、 NG、 ホラー NG、 ホラーとバンジージャンプ NG なので。実はね、スカイダイビングは多分平気、バンジーは NG。 かわいいね、じいちゃん、ありがとう。岸さん、こんばんだい。シャキーン、こんばんは。私はね、もう最近本当にさ、眠いが毎日止まらないくて、メイさんにさ、また眠いって言ってるよって、めっちゃ眠い。川内さん、こんばんは、こんばんざーい。こいちゃん、ハートありがとう。シャキーン、ハート。イェーイ。バンジーで、バンジーキュース、バンジーは嫌だ。本当にね、もう大丈夫。人生で一回やったから、もうね、二度は大丈夫。あれだけはもう ご勘弁を。無理だよ、一日中眠いわ。そう、本当にね、一日眠くて、うん、困ってる。寝ても寝ても眠いからさ。でも昨日はメイちゃん起こして、そうだよ、あ、でもメイさん起きてこないなと思ってさ、やばいやばいと思ってメイさん起こしてよ。寝坊メイちゃんあるあるだよ。メイさん起こし、メイさんはよく寝坊をします、朝。眠い、わかる。ケイちゃんは眠い、寝なさい寝なさい。私今寝てるから、配信してると見せかけて今実は寝てる。起きてると寝てる、どっちでしょう。梅雨だからかな、そういうこと。なんか色変だね。梅雨だと眠いの。どうやって起こすの。え、部屋のドアを叩くんだよ、コンコンって、起きてるって眠い、本当に本当に毎日がね、毎日眠い、毎日お腹すいたをね繰り返して生きていまいち。自分もよく寝落ちしてるから、私も、私寝落ちはしたいよ。今まで、今も寝言だよ、むにゃむにゃむにゃ。みんなみんな今私の夢に出演中だからみんな出演中。起こし方が、だってそれ以外なくない？急に部屋入ってくるわけにはいかないし、普通に部屋コンコンコンが起きてるって、メイさん、そしたらすぐ起きんのよ。
私はそんな寝落ちたまにするけど、まあ基本でも毎日寝落ちっていうのか出演頼むが、みんな私夢に出てますか、皆さんの夢に私の出演ありますか明日の髪の毛どうしようかな。もう雨だからね、何下ろすのがきついんだよね。アイロンバッグして髪の毛も傷んじゃうし、前髪もパシャパシャ、ちょいちょい降ります。降りるって何？ケイちゃん出演オファーし続けてますが、ムムム、私の方を試した？ポニーテール、こう団子してるので、トン今日はお団子2つ、みたらし団子。ジジちゃんだけが出演はないな、私だけ出演はまだない。私もなんかすごく今こうさりげなくね、そんなに嬉しいね、おいつもありがとう、うん、眠い。夢出るようにハンガー枕元に、夢したら興奮して眠気どっか行きました。スケベだスケベ、スケーちゃんべ。一番多いのはメイタンと誰、サーモスって誰、サーちゃんじゃないもんね。マジこんばんざい、こんばんざーい。そう、今日はあのなんだっけ、新グッズも販売、今日から新グッズ、アクスタハンガー T シャツ、あとブロマイドも新しく販売されてるので、いろいろ考えちゃって、キモポエム下書きにあるの、ポエムあるあるの、ある、保湿した、保湿卒業後のあんちゃんだからじゃない、逆に卒業した日ってこと、そういうわけじゃなく。でも私結構ファンの方夢出てくるよ、なんか普通に日常生活の夢を見るときもあるし、なんで消すの、消さないで、私に見せてよ、送った、見せてよ、あんちゃんオンリー夢ってこと、自分も出ずにあんちゃんのみの夢、それは不思議だね昨日はなんか夢見、昨日はね、夢見たけど覚えてないや、朝起きた時は覚えてたけど。焼き餅、ジェルさんこんばんは、写真で、ああ行き渡りました、ドーナツごちそうさまでした、美味しかったです、食べましたよ、有名なやつだよね、万歳レッスンで、めっちゃ雨降ってる、急に、聞こえる、めちゃめちゃな雨、読むと不幸になりそうだったので、ねえ消さないで、全部ツイートして私が読んでからならいいよ、ダメやっぱ。一緒にライブ出た夢もあったけどね、わお新メンバーじゃん、新メンバー、あいばくそなっちゃった最近不思議な夢見たかな、でも最近はねそんなに不思議な夢見てないかな、普通の夢ばっかり。ツイートは公開処刑なのよ、でも消さない、
ポエムも見せて私が見たい。恐ろしかったから起きたよね。でも夢はって起きるってさ、あ夢かってよくなるよね。職場泊まるか迷うレベルだ。やばいよね。帰り慣れたもん。ほんと雨すげえすぎて。聞こえる？雨めっちゃバサバサ降ってる。聞こえる？すっごい雨。本当にこの今ねこうやって配信したらねしっかり寝そう。のんちゃんパパさん娘もかかってこいってミュージックビデオ見ながら、それはぜひ動画に撮ってください。バディジャパンライブ行く前日は基本的に徹夜？徹夜してるの？寝なきゃだよ。人は寝なきゃ。雨と聞こえるか。これだけ雨が降ってと家から出たくなく、いや本当にそれはそう。マリマリかわいい。それはそう。私今ナチュラルそれはそう出たんだけど。ナチュラルそれはそう出た。それはそう。もしかしたら日本橋行くかも。いつ？ワンマン？ま、それ前言ってなかったっけ？行くって。今日はね、メイクが色があんまないんですよ。わかるかな？ラメラメしてるけど色がねない。なんてしたってね、私最近物忘れが激しくて、今日この間のリリーベの日にあのメイクポーチを家に置いてあったんですけど、今日もメイクポーチを置いてて薄いんですよ。しかもあのこれを言ったらあのいやそりゃバカって言われると思うんだけど、私なんかスイカをチャージしたり、あとコンビニであのなんだっけ、自分でお支払いしセルフレジをしたらそのまんまパスも置いてっちゃうというあの忘れ癖がひどくて、ついここ何ヶ月か前もあのパスもにチャージしたらそのまんまあのチャージしたことに満足してパスモを置いて電車乗っちゃって、改札出た時にえパスモがないってなって、でもチャージした記憶、改札入ってチャージしたの、そこの記憶はあって、でもそっから電車に乗っただけだったから、えもしかして私パスモにチャージして満足して置いてきたと思って、そしたら優しい駅員さんだったから電話がかかってきて、知らない番号から。で怖いけどもしかしたらこのタイミングで電話かかってきたってことはと思ったら、その駅の駅員さんで「パスも置いて出てませんか？」って言って「置いてきました」って言って帰りに取りに行ったのに、今日昨日も。コンビニで、ね、あれセルフレジしたらそのままセルフレジピンってしたところに置きっぱにして電車に乗っちゃって、電車から出る時に改札出ようと思ったら「あれパスモがない」ってなって、で電話したら「あありますよ」って言われて、半年に2回やってるおばあちゃんかもしれない。みおちゃんこんばんは。こんばんざい。チャージしてたのもたんでもなくなってはないんで、ちゃんと帰ってきてるから無駄なお金は払ってるんだけど。記名のパスもだったのね。そう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 、だからちゃんと自分のは戻ってきてるんだけど、マジでもうやらかしてると思ってさすがに。もう年なんか物忘れというかね、おバカなのかな、めっちゃ可愛い。いやもうボケよ、これはボケが始まっていて、さすがにもうやばいと思って、今日もまた化粧ポーチを忘れたし、はあ、サザエさんみたいに、サザエでございます。お魚くわえたドラえもん、やばいよねこれ。こうやってこうやって寝れる私だからね。
私多分絶対将来認知症になると認知症になるリスクが高い。紐付きのカードケースに入れて首からそうした方がいいかな。私ちょっとドラえもんお魚くわえたドラえもん、改札出なくなるから気をつけ、いやそれはそう、まあ、それはそうって言っちゃった。もり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 言うでしょ、それはそうって言っちゃった。ナチュラルそれはそう2回目。けいちゃん、俺が全部覚えてるから安心しとけ。じゃあ言わせたからも安心して、私もう何もかも忘れるね何もかも忘れるね。誰か介護、誰か私を介護してください。物忘れが激しい、でも本当に物忘れが激しい。それはそう、申し訳、それはそうはもうモリモリの特許。お会計して商品置いていくお客さんみたい。いやもうそうよ、私はそうよ。コンタレパンダって何？コンタレパンダって何？認知症になって元からそうだから気づかれないパターン ありそう。私は今日もう寝る。でも本当にね、なんか多分ボケがやばいんだよね。たけちゃん、こんばんは、たけちゃん。忘れっぽいから介護してもらうかわのけやばいじゃん、介護じゃん。ゆうやさん、こんばんは、こんばんは、ゆうや。あたおやすみ、あた寝るのね。あ、私がおやすみって言ったから。シーフレージに並んで、こんなレジ使っちゃこいよ、ちゃう。ええ、ゴロゴロ配信ですか？ゴロゴロ配信です、もう。ゴロッチゴロッチ。天然ボケなら可愛い。でも、私の場合、ただの、もうなんか、ボケ。ボケが始まる。たけちゃん、ヤッホー！やっほー。お互いにご飯食べたっけってなるの嫌だ。そしたらもう太るだけ、太る一方で「え、食べてないね」ってなって太るの。タラトラ、こんばんは、ヤッホー、タラトラ。いえ、最近ツイッターフォローさせていただき、お！ありがとう、んかつ。千葉県の電動車、朝日ジリアです。こんな、なんか、すいませんね。寝ながら、寝転がりながら配信していて、すみません。まあ、寝てないですよ。座っています。ゲーム買いに来てお金払ってゲームさせて買い、え、やば、それは。ひでまめこんばんざい。あまじゃけさんこんばんは。私のメガネどこって言って、あ、でも私多分そういう、え、頭にかけてあげ、え、でも私結構そういうこと多いよ。あの、携帯持って、携帯どこって言ってたことある。だから私結構始まってる、ボケ。結構。始まってるしね、あの携帯の画面が割れたじゃん、この間も。あ、割れたと思ってスクショ撮った何も映ってなかった、待ち受け画面が映ってたの。このミスも何回もしてる。あと携帯にホイップクリームめちゃくちゃ落として、やばスクショと思ってスクショしたこともあるバカだから。忘れられてなかった。よく、あはい。電話しながら、それはやばい。ルームフォローもしとき、お、ありがとうございます。え、だって、ケイちゃんお仕事戻る。はい、閉めて、おやすみ、おやすみ、頑張って。
仕事頑張ってね。ありがとう。割れた画面、そうそう、そうしたら映ってないの何も。それはやばいよね。そう、さすがにやばい。かわいすぎないでしょ、さすがに。ボケだよ、ボケも。しくしそう。すくしょ、フードカーだし、かわいいの？なんもで、カメラロール見たら。でも見せたいから、誰かに。その瞬間を。何もね、普通に待ち受けとか映ってるの。スクショの意味がそう、全くないの。ある意味スクリーンショット、え、そう、でも、あ、やばいやばいと思って焦ってさ。ないよ、これ。ボケだよ。ボケの話。こんなんで可愛いって言われる私、結構幸せ者だな。それはそう。ただたらさん、それはそう言った。眠くなった。そこでスクショ見て気づかなくな、それはそう、スクショ見て気づいた、気づく、あ、そうだそうだ、映るわけないやと思って、そのボケ今度やって。ボケリだった、やってみて。日本橋ワンマン本当に来たら3週連続で、おお、今度からスクショしちゃうから、ただもうボケって思われるだけだよ。ナンシーこんばんざーい、やっほー。あば、首が止まらないぜ。明日は、明日のライブ、週末のライブなんかはね、私寂しいことに全然ジュリアちゃんの方に会えなくて、みんなお仕事忙しいのかな。静岡、仙台、日本橋、おお、いい3週連続じゃん、それは。待ってるね。週末、ないけど泣いちゃう。泣かへんのかいっていうね。ちいちゃんもあいちゃんも足軽の衣装だから、赤だから赤を変える。私白着てたこともあるよ、ちょっとだけ。基本はずっと基本は赤だけどね、最初は白も着てたよ。日曜日の夜会いに行きま、おっ、どっちだっけ、夜は大手町三井ホールだ。待ってるん。笹よりハウスをしてるのがリンママにバレた。そうなの、笹よりハウスをし。ありがとう。白もあったよ。そう、うささん、こんばんは。眉毛脱色しませんか。あれ、なんだっけ、ま、だい、ふみがし、え、脱、脱色はいるんだけど、でも私脱色してんだ、眉毛。実は。ふみが間違えて、買えなかったやつで、私実はもう脱色済み。さとちゃんさん、こんばんは、こんばんじゃい。だっちも眉毛だ、なんだっけ、ふみが言ったの、除毛か、マジウケた。両眉なしは本当に面白かった、おバカだなって思った。私だったらマジで落ち込む。これはあの人のね、天性なんだ、いいクリーム紹介したのに。そうなの、脱色しててもこれだよ、しかもこれ眉毛あれやってるから、回すから、あ、ふみがつ、あ、そういうことね、それで私の眉毛がなくなるっていうあれね。チャレンジするの、あ、私とかも実はやってあるんですよ。でもこれでもこの色違うから、眉で済んでよかったよね。え、眉以外除毛するとこなくない？だってまつげやったらもうおわ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 よ。
いいわね。しかも私眉毛しっかりしてるからさ、すごくこうやってやるとすごく目力グッ、男みたいだ。髪の毛のやつさ、それはやばい。で髪の毛はブリーチだから、髪のさあるからあれだけど、いやでもそんな眉毛なくなることある？マジさ、私だったら本当に多分耐えられない。もう前髪もさ、ガチガチに重たくしてさ、眉毛が生えてくるまで、あと前髪がこうずっとさこうあったらばさ、見えないじゃん、まつ眉毛が。絶対そうする。ジリちゃんアクスタ買うこと、お、ありがとう、売れていい。じゃあね、今日はここら辺で配信を終わりにしたいと。あ、前髪が M になった、甘えます。あ、全然私前髪しか映ってなかった、甘えます。ぜひ週末ライブ会える方いたらお待ちしてます。また明日、バイバーイ。今日は早く寝ることを目標です。お疲れ様でした、ありがとう。おやすみ、おみんなおやすみ、ゆっくり休んで、ありがとう。おつ、ありがとう、おやすみ。それはさん、お疲れ様、ありがとう。おやすみみんな、バイバーイ。また明日。